はい、もう回ってます。じゃ今日はメジャー持ってきました。何のために持ってきたんですか。トモさん、なんかあの車見てるんです。今トモさん、トモさんかっこいい車止まってるやん。何がヤバい。タイヤが255だから、めちゃめちゃ太いから。すごいですね、これよう見たらディスクブレーキすごいですね。半端じゃないですか、これ。確かにすごいディスク。255すごいんですか。うわ、なんかブレーキでかでかいですね。何なんですか、これ。これあれですか、レース用ですか。何ですかね、これ。レース用行動のモンスターですか。ナンバープレートついてますよ。なんかすごいよ、この車。これな、こういうの好きやわ、こういうな。もうカーモン調、素人目にわけのわからんパーツ。素人目にね。素人目にこうわけわからんよ、この辺。か、確かにね。何にこう効果があるのかわからん。こういうパーツが好き。焼き色がついてません。こういうパーツが好きやな。これね。かっこいい。はい。連絡いただいてるのであれば、はい、遅くとも8日には。あ、わかります。ありがとうございます。この車めっちゃかっこいいですね。明日はちょっと SKS さんのイベントなんですけど、先に車乗ってるんで、先に乗ってるんで、めっちゃ見てかっこいいですよ。このライトもめっちゃかっこいい。これ、この車自体売ってんの。元のヤリスですね。これは多分売ってます。トヨタの車をここまでいじり倒したということ。ヤリスっていう写真。ヤリスか、はいはい、ヤリスかっこいいな僕。まあまあ、これ純正じゃないんですか、ここはね。あ、これ純正ちゃうんですか、これ。わかんないです。でも、なんか、これ5ナンバーですか。あ、ここは純正じゃないですね。多分。ね、これ叩いてますね。そんな引っ張らないですね。ね、あ、引っ張らない、そう。ごめん、わからんですね。すいません。引っ張るのおかしい。僕的には、ちょっとその、かっこよさが、まだ分かってない。ブレーキキャリパーがかっこいい。すごいと思うばっかり。エンドレスやからな。あ、エンドレスね。エンドレスやで、ね。めっちゃやばいな。永遠に、あれですかね、パッドが効くことですかね。ちょっとシールが剥がれかかってきてるのが気になりません。ちょっと気になります。ほんなら、ちょっとヤリス見に行こうか。ヤリス。ヤリス、かっこいいから、ヤリス見に行こう。はい、イェーイ。ヤリスをどこに見に行くんですか。ヤリス、ちょっとその辺のディーラーまで見に行こうよ。わかりました。いや、ああいうの見たら、ほんまヤリス欲しくなるな。ヤリス欲しいですか。いやーもうすんません。今日今日はあれですね、オートバックス来てすっかり夕方になっちゃいましたね。ここ来たんな、はい、1時半やで。でしたっけ。今4時やで。大方4時ですね。どんだけおんねん俺ら。おバックス好きつむちゃん。じゃあちょっともう、はい、ヤリス見ろ。わかりました。いや、ヤリスの場所わかるんですか。なんかある、うん、ありそうなところ。この辺ディーラーあるやろ。ヤリスディーラー。ヤリスディーラー。今日も白バイここ取り締まりしてるからみんな気付けてや。今ね、シュッと行きましたね。ここ、こんな信号無視でやってるから。ここは、目の前はイオンですね。ナワテイオン。ナワテイオン。この前、はい。TikTok で、はい。なんかイオンの大きさ、はい。全国の大きさの10位でやっとったけど、はい。入ってなかった。こんな大きいのに。幕張とかなんかあの。あ、幕張めっちゃでかいですよね。この辺で言うたら、ナワテイオンなんて言ったら、うん、もうほんまにみんながこぞってくると思ったね。ナワテイオンだって痛みから来る人おるからな。ここにね。坊ちゃんみたいに。今日どこ行くの。ナワテイオンです。どんだけ好きやねん。それぐらいイオンって好きだからみんな心が入ってくるね。ナスティー。ナスティー痛い。全然ダールみたいに。心弾みます。俺のファッションセンスのあかんとこが、これやっぱり緑に緑があかんやろ。あー、でもそれあえてちゃうか。あと俺分かってんけど、はい、俺最近元気なさそうに見えとったやんか、はい、俺今日な歯磨いてるとき T シャツやってん。やっぱり俺 T シャツのイメージが強いからちゃう。じゃあ T シャツですか。これから俺は T シャツかな思ってえ、もうでもかなり寒いんで今。あー、ちょっと今 T シャツ着たら俺体弱いから風邪ひいてまうな。クシュンですよ。そうで、ここでも大丈夫ですか。ヤリス探しに、まあ、今出発したんですけど。ディーラーあるやろ。ディーラー、ディーラーあります。ディーラーとかなんかドーツさんとかあったと思うけど。ほんまに今日の空やばない。やばいっすね。いい黄金色。なんかもう見て、潜水艦みたいな大きさの雲出てるんだ。
潜水艦みたいな。潜水艦みたいな。潜水艦見たことないね、浮いてんのは。浮いてんの見たことないですか。ほぼ浮いてんの見たことない。頭だけちょっと出てるの。あ、同じく。それはありますね。頭ちらは。わあ、すごいですね。でもまあ雲がドーンとある。そうなんですよね。ここは。リフォームじゃんこれ。改築するんじゃん。懐かしいですね、ここね、中田ね。俺ここ好きやったのに、ね、ここ洗車機が好きやった。でもね、中田、僕ね、うん、さっき歩いたって気づいたんですけど、うん、そこに、中田は、あの、傷のつかないノーブラシ洗車場ってあるんですけど、知ってました？あ、知ってた。あ、知ってたんですか？知ってた、知ってた。僕、何ここ思って。今更ながら。あれ、今更ながら。はい。三脚貸してたのか？今更ながら。今更ながら貸したのか？ながら。ガチャーン。ながらの言う。はい。後ろバッチリです。やっぱあったらいいやろ。やっぱりあったらいいですね。これめっちゃいいやろ、この持ったやつ。お、今までのマンフットとはちょっと違いません。違うやろ。あ、ほんで僕前なんかコメントで言われたんですけど、これマンフットちゃうらしいですね。何フットなの。またそのコメントの内容も、フロート、そうフロート、マンフットって言うとったんが、確かなんか違うんですよ。マンフロット、フロット、なんかそう、だからマンフットではないと。マンフロートでした。でもいいですね、マンフット。みんなにマンフロートのちょっといいパーツを紹介したいなと思ってます。このでもほんまに今中さんから借りたやつは、あんまり見せれてないですけど、僕このさっきここちょっとチラッと歩いたらね、なんかすごいおしゃれなの、今チラッと見えた、あのおしゃれな方らがいっぱいおられて、何やってるとこなんや思って気になりました。ここがあれですね、かの有名な。ここ山下ラーメン美味しいです。美味しいですよね。はい、ここ高く持ってきた。はい、ここ美味しいです。あ、寒い。寒いですね。寒いです。あれ、まさかこれサプライズで焼肉の酒で奢ってくれるの俺に。あ、ここで。じゃあ、ありがとうございます。あそこ行かなかせ。ありがとうございます。あそこ牛庵からなんか焼肉屋変わってん。ちょっと残念ですね。焼肉一番にある。いやでも残念とはいえまだここ行ったことないんで、はいはいはい、美味しかったらねいいですね。牛庵一番な。うん、一番が一番も。え、さっき言うとった車の名前もう忘れたんですけど何でしたっけ。ヤリスヤナセ、ヤナセ、ヤリスね。かったな。いやでもあれ日本車ですか。あれ国産トヨタ。あ、トヨタなんですね。トヨタがあんないかつ車で。え、ビッツの後継者。後継者。じゃあそれビッツの後継者があるたらどこのトヨタのディーラー行くんですね。トヨタやな。はい、寒いですね。あ、寒い、ほんまに寒い。一番近いディーラー行こうか。ヤリスを求めて一番近いディーラー。メーカーなんか関係ないですよ。じゃあもう今、はい、もうどこのディーラーも全車種売ってるんじゃん。もう日産行ってもトヨタ買えるんじゃん。だって車検買って、はい、日の出不走の車検受けれるやんな。あ、受けれる、ほんまですね、受けれる。どこでも買えるということだ。買える。わがまま行きますな。お願いします。ヤリスお願いします。ヤリスを見せてください言うて。楽しみです。でも今、はい、目の前には日産がありません。見覚えある日産やな。はい、日産がある。さて日産です。本当なんかが日産に来たわけはヤリスですね。はい、ヤリス。いや日産でヤリス、ちょっとそんな強引にほんまに聞くんですか。ちょっと恥ずかしいで、やめてくださいね。ヤリスっぽい。え、ほんまに日産ほんまに行くんですか。ごめん、関東誰や、後藤さんやから。え、何しん、後藤さん、はい、近藤さん、後藤さん、もう名前もわからん。え、じゃあルークスのミラーが、はい、ミラーの件。あ、そうなんですね。もうほら、いや、ヤリスなんか関係ないです。言わないですね。はい。ちょっと声かけてください。はい。なんやろ。ああ、後藤さん。後藤さん、
すいません、お久しぶりです。